はい、こんにちは。フォトショッパーの塚本武幸です。今回はですね、JPA 日本写真作家協会様のですねオファーいただきまして、1月25日にですね中之島公会堂でセミナーすることになりました。はい、そこでですね YouTube の皆様にもですね講習内容をですねお届けできたらなと思ってこの動画を撮らせていただきました。よかったらご覧ください。どうぞ。はい、それではですねやっていきましょう。こんな2つの画像があります。まずは窓をですね清掃している方の画像ですね。さあ、そちらとですねこの、夕焼けの画像がございます。はい、この2つの画像をですね少しですね、合わせていこうかなと思います。まずはこの窓にですねこの夕焼けをですね、写し込みたいと思います。簡単です。夕焼けの画像をですねまずは南京錠を外してください。画面の右下です。画面の右下のこの南京錠です。クリックしていただいたら簡単に外すことができます。で、コントロールと C を押していただいてこちら側の画像をクリックしてコントロールと V です。そうすると夕焼けが映りましたよね。で、レイヤー見ていただいたら分かる通り、背景の上にレイヤー1が載っていると思います。はい、じゃあ次にですね、このレイヤー1、こちらをですね通常になっていると思います。描画モードと言われているものが、ここをクリックしていただきまして次にですね焼き込みリニアにします。はい、焼き込みリニアにしていただいたらこんな感じになります。はい、映り込んだ感じになりますよね。じゃあ次にですねこのレイヤー1のところをですねちょっと大きくしますのでコントロールと T を押します。はい、コントロールと T を押していただきましたら、画像周辺にこのような8つの調整ポイントができますのでこれをですねもうこのまま、何も押さずにドラッグしていただいたらこうやって簡単に、外に引っ張ることができて夕焼けだけをですね表現することができます。 OK です。いいですね。じゃあ次にですねここの夕焼けとここの映り込んだ夕焼けが全く同じなのでちょっと違和感がありますよね。なのでその辺をですね今から調整していこうかなと思います。はい、では、画面左側のですね僕あんまり使わないんですけどこの多角形選択ツールっていうやつを今回使おうかなと思います。こうやってコントロールとスペースで拡大してでこのビルのですね、まあ、この部分ですかね外側からこのようにクリックしていきます。はい、じゃあ下まで線引くことができましたらビルの内側をですねこのようにドラッグしていきます。ドラッグっていうかこれ線が勝手についてきますんでね。はい、できました。さあ、そうするとですねコントロールと0で大きい画面に戻ります。じゃあ選択範囲ができましたよね。できましたら次にですねこちらレイヤーのパネルのですねここレイヤーマスクっていうのをクリックします。そうするとこのような状態になります。はい、この画像はですねこの白い部分が見えてる状態です。で、黒い部分は見えていない状態になるんですよ。なんでこれをマスクって言ったりするんですけどこのような状態になります。はい、じゃあこの青空の方の夕焼けはどうするのかというとですね、まあ、これも簡単でここのレイヤー1をですねここの、まあ、ゴム箱の左側のこの新規レイヤー作成っていうところにドラッグするんですよ。ビーって、はい、ドラッグしていただいたらこの内側が濃くなっちゃったじゃないですかね。なのでここのレイヤーマスクをですねこれ反転するんです。クリックして反転します。はい、そうするとですね、まあ、このようにこっちはこの画像こっちはこの画像っていうようにレイヤーマスクが作られました。では今の状態やったら全く一緒じゃないですか。そこでですねテクニックとしてこのレイヤー1のコピーの方の、このリンクの方ですね外します。はい、リンクを外しまして次にですねこの移動ツールでこの画像レイヤーをクリックしたらこうやって移動することができるんですね。なのでお好きなところにですねこのように夕焼けを持っていくことができるという形になります。はい、なのでですね非常に、面白く調整することができますよっていうのがですねご紹介した内容でございます。はい、なのでですね、まあ、結構いろんなことができてこの夕焼けがこうやって動いているようなイメージもすることができます。なのでまあここの
あれですね、結局今回ご紹介、この内容でご紹介させていただいたのは、一番初めにフォトショップってどういったことができるのかとか、フォトショップで面白いことってどんなことがあるのかっていうのをですね、まずはご紹介させていただきました。次にですね、老現像のところをですね、ちょっとご紹介していこうかなと思います。はい、では、この画像をですね、今からですね、老現像の方をしていこうかなと思うんですけど、例えば皆さんが撮影されてきたら、まずはブリッジの方に放り込んでください。ブリッジの方に放り込んでいただきましたら、ブリッジが立ち上がると思います。さあ、そこでですね、画面上のフィルムストリップってやつをクリックしていただきましたら、このように画像を、閲覧することができます。これがブリッジと言われているものです。これ結構便利なので、ぜひ、インストールしておいてください。で、例えばこれね、段差から飛び降りているような、画像をですね、今からレタッチしていこうかなと思います。ちょっと暗いですよね。はい。じゃあ、こちら、ロー現像の方です。はい。ローデータの方をですね、ダブルクリックで開いていきましょう。はい。これ、カメラローっていうところになります。はい。なので、JPEG データはですね、Photoshop にダイレクトに行きますけど、ローデータの場合はですね、カメラローっていうところに一回入って、ロー現像してから、Photoshop に行くという流れでございます。はい。じゃあ、見ていただいたらわかると思いますけど、暗いっすよね。うん。暗いので、まずはここ、露光量でですね、思い切って明るくしましょう。はい。で、一応、シャドウもあるので、人物が明るくなる、人物に合わせる必要はないです。全体的に、明るくなればいいです。夏だったので、少し明るめにしときましょう。こんな感じにしときましょうかね。うん。なら、空がちょっと白くなっちゃいましたよね。で、そこでですね、ハイライトをちょっと落とします。はい。ハイライトを落とすことによって、ちょっとですね、空がだいぶマシになってくるのかなと思います。じゃあ次にですね、シャドウ、茹でた状にシャドウでですね、少し上げることによって、人物の、顔とかですね、髪の毛の、ディテールとか、そういったこともで、そういったところも出てくると思います。で、最後に白レベル、黒レベルっていうのがあると思うんですけど、こちらはですね、画面右上のこのヒストグラム。このヒストグラムを見ながらですね、調整していただければいいかなと思います。はい。なんで、画像を見ながら、ここの、露光量っていうところで、まずは調整して。で、飛びすぎたところはハイライトで調整する。で、足りないところはシャドウで持ち上げるっていう形になっています。で、この調整、3つの調整をすることによって、やっぱり山っていうのが傾いたりとかっていうのをするじゃないですか。なので、その傾いたところが、例えばオーバーになってしまったら困るじゃないですか。例えば白飛びになるわけでしょ。なので、白飛び部分を調整するのがこの白レベル。黒つぶれを調整するのが黒レベルになります。はい、これですね。はい。なので、こちら、黒レベルと、白レベルと黒レベルに関しては、このヒストグラムを見ながら、ただもう今回の画像はですね、白飛びはそうほとんどしてないので、関係ないかなと思うんですけど、ちょっとですね、まだ余裕があったので、プラスの方に振っときました。はい。で、次にですね、黒レベルに関しても、こうやって振っていただいたら黒が締まるんですけど、今回はやっぱり夏っていうことで、こんな感じで、少し黒は締まりのないようにしときました。はい。じゃあ、次にですね、テクスチャーと明瞭度と霞除去というものがございます。で、テクスチャーっていうのは何なのかというと、画像をはっきりさせるのははっきりさせるんですけど、要は、テクスチャーは、コントラストを使わずにはっきりさせるって感じかな。どっちか言うたら、このようにシャープに近いような感じ。こう見ていただいてわかりますけど、100% でこんな感じです。カリッとした感じになりますよね。はい。だけど、これ明瞭度っていうのは何なのかっていうと、コントラストではっきりさせるようなイメージですね。で、この、テクスチャーと明瞭度っていうのがあると思うんですけど、このテクスチャー、今回の画像はですね、特に人物の画像は、明瞭度を上げるとちょっとね、顔がなんかドス黒くなってしまうので、あまりおすすめではないので、テクスチャーで少ししっかりと上げときましょう。最低でも、最高でも30ぐらいにしときましょう。今回25ぐらいにしときますね。で、霞除去に霞んでませんので、そのままでいいと思います。はい。でも、霞除去を上げていただくと、空がちょっと濃くなるかなとは思いますけど、人物の顔も濃くなってしまうので、今回はそのままにしとこうかなと思います。はい。では、こんな感じで、調整することができました。で、老現像でですね、もう一個やっていただきたいことがあるんですよ。それがですね、この基本補正と、もう一個、ここ。ディテールと言われているところです。これがノイズ軽減するところなんですけどね。やっぱりローデータってノイズ軽減って絶対した方がいいと思うんですよ。なんでちょっと人物の顔を大きくしますね。はい。もう何ちゅう顔をしてるんでしょうね。はい。じゃあこれちょっと
顔がザラザラじゃないですか。でちょうどね今シャープもかかってるんで余計ザラザラになってるのでシャープちょっとクリアにします、ゼロにします。そうするとちょっとですねぼやっとするんですけど、まだザラザラが残ってるのかなっていうイメージです。では、ノイズ軽減の方をですねちょっと開けていきましょう。ISO が100ぐらいなので、まあ、おすすめとしましては1000未満であれば、800前後であればこのノイズ軽減は30ぐらいで十分このように取れると思います。じゃあ取れるんですけど、次に何をするのかというとシャープかけます。なぜかというとノイズ軽減ってやっぱりこうノイズをこうぼかして取るじゃないですか。なのでやっぱりこうあの画像って荒れるっていうか、まあボケるんですよね。なのでシャープをかける必要がある。じゃあどれぐらいかけたらいいのかって言ったら、もうノイズ軽減30やったら30ぐらいかけていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあノイズ軽減を30ぐらいかけていただきました。あ、じゃあシャープを30ぐらいかけさせていただきました。さあそうするとですね、ノイズ軽減を30やった、でシャープを30やった、ほんならですねやっぱりこうまたノイズがちょっと若干目立つようになるんですよ。さっきのノイズ綺麗に撮ってた時よりも、そりゃそうですよね、シャープかけるわけですから。フォトショップって、このマスクって呼ばれてるものがあるんですね。でこのマスクってどうやって使ったらいいのかというとですね、これオルトを押しながらですねマスクを上げてみてください。そうするとこんな感じでズズズズズズって上げていただくと、この人物のこの顔の形になってくるじゃないですか。これエッジなんですよね、まあ、要は境界線、この境界線の部分だけにこのシャープを調整しますよっていうようなのがこのマスクなんですね。はい、なので今見えてた白い部分だけシャープをかけます。で黒い部分は要はシャープをかけずに、ノイズ軽減をダイレクトで行うという形になります。なのでシャープをかけるところ、ノイズ軽減を調整するところっていうようにですね、綺麗にノイズを取ることができるっていうのがですね、このディテールと言われているところなんですよ。ぜひこれはですねやっていただければいいかなと思います。はい、コントロールゼロで元に戻しにします。はい、こちらこのようにですね、調整することができました。やっぱりですね、やっぱり空が白いなーっていうイメージがあるので、これをなんとかしようかなと思います。では、画面上のですね、このターゲット調整ツール。僕は結構このロー現像するときに基本補正とノイズ軽減するじゃないですか。それの後に絶対これするんですよね、ターゲット調整ツール。なぜかというとめちゃくちゃ便利だから。はい、空の部分がありますよね。これ右クリックしていただいて、例えば色情報と、サイド、色情報というか、まあ、色相かな。色相、サイド、輝度っていうように3つ分かれますよね。で、このうちのですね、この輝度のところをですね、クリックしていただいて、このままビッて下げりゃいいんですね。ほんなら空がほら、濃くなりますよね。はい、しかも空だけが、まあ、ズボンも濃くなってるけど、まあ、こういうふうに少し、濃くなります。まあ、この色情報によってですね、色を調整することができるっていうのがですね、ターゲット調整するのいいところでございます。はいはい、ではですね続いてやっていきましょう。これでですねとりあえず、ロー現像の方は終わりです。はい、では、画像をですね開くをクリックしていきましょう。はい、そうするとですね、フォトショップで画像を開くことができました。あとはプリントしてみたりとかですね、まあ文字書いたりとかいろいろ人それぞれやることがあると思いますけど、そのように調整していただいたらいいかなと思います。で、ブリッジの方をちょっと見ていきましょう。で、ブリッジ見ていただきましたら、このように画像をレタッチした画像だけですね、まあこのように、はい、調整マーク、調整しましたよマークがつくと思うんですよ。はい。で、他の画像はもちろんついてないじゃないですか。もちろんついてないですよね、ロー現像は。ローデータがついてませんよね。はい、そこでですね、この調整した画像とあんまりほとんど露出変わらないじゃないですか、他の画像って。なのでこの露出をですね、まあ、コピーして他の画像に貼り付けようかなと思うんですよ。はい、だからロー現像も1個やればもう同じような露出やったら線でってことなんですね。じゃあどうやってやるのかというと、ここ調整した、サムネイル右クリックしていただいて、でこちらですね、設定を作成っていうところをクリックしていただいて、設定をコピーっていうのをクリックします。はい、設定をコピーしていただいたら、次にですねここのローデータだけ、これローデータをポンポンポンと選ぶのめんどくさいので、画面左上側のこれカメラローだけにします、表示を。ならこういうローデータだけになりましたよね。じゃあこれをですね選びます。コントロールを押しながらクリッククリッククリックで、このように4つの画像を選びました。はい、ロー現像したやつは選んでません。
で、この状態で、どの画像でもいいので右クリックします。はい、右クリックしていただいて、設定を作成のところから設定をペーストっていうのをクリックします。はい、そうするとですね、こんな感じになります。ポン。はい、このようにチェック項目が出てくると思います。で、どの画像をどんな、どの画像じゃないわ、どの項目を当てはめますかっていう形でチェック項目が出てくると思いますので、もうこれも全部 OK 押してください。はい、そうするとこんな感じになります。ポン。はい、一気にですね、画像を、ロー現像することができました。今の作業でですね、ノイズ軽減ももちろんできたし、あとは、基本補正もできたし、青空を、ちょっと濃くすることもできたっていう形になります。はい、なので非常にですね、いい感じで調整できたんじゃないかなと思います。はい、このようにロー現像は非常に簡単なので、ぜひローで撮ってないよという方はですね、ローデータの方で撮っていただいたらいいかなと思います。じゃあ例えばなんですけど、これ JPEG とローデータなんですけどね、はい、JPEG とローデータなんですけど、この2つの画像、ちょっとですね、Photoshop で開いてみようかなと思います。こっちの画像はさっき開いてたので、 JPEG の画像を開いてみましょうか。はい、こっちが JPEG の画像で、こっちがローデータですね。ちょっと明るさが違うので、少しだけトーンカーブで明るくしておきますね。 JPEG の方です。はい、まあちょっと分かりづらいけど、まあこれぐらいにしておきましょうか。はい、じゃあこの2つの画像をですね、ちょっと見比べてみようかなと思います。まあ空が色が違うとか、そんな野暮のことじゃなくて、ディテールの話ですね。はい、じゃあ画面上のウィンドウをクリックしていただいて、アレンジの中のですね、ここ画面上の4つ目ですね、ツーアップ縦、これ見比べるのも、横で見比べちゃったら上の光が強すぎて上が明るく見えちゃうので、こう縦で見比べた方がいいですよ。はい、じゃあ次に人物をですね、こうやって拡大していきます。はい、コントロールとスペースですね、拡大していきます。はい、まあこんな感じで拡大することができました。はい、じゃあ次にですね、こっちの画像も拡大していくんですけど、同じ場所に、表示させたいので、ウィンドウからですね、こちら、あれ、ちゃうわ、ウィンドウからアレンジの中にあります、こちらですね、すべてを一致っていうのをクリックします。はい、そうするとこんな感じで、はい、同じところで調整することができましたよっていう感じです。じゃあ、右側見ていただいたら、要はカリカリ、結構しっかりとした、イメージがあるかもしれませんね。で、左側はちょっと甘いかなっていうイメージがあるかもしれません。右側が JPEG です。左側がローデータです。じゃあ、JPEG の方がいいんじゃないかっていうイメージがあるかもしれないんですけど、よく見ていただければいいと思いますけど、こちら、目の周りとかっていうのは、なんか白い線が出ていますよね。で、こちらも白い線が出ている。ここもなんか食べこぼしみたいな感じで白い線が出ている。これ実際にはございません。こんな感じで。ね、ありませんよね。つまりこれは、シャープのかけすぎですよね。はい。なので、シャープ強にもしてないのに、ロー現像、JPEG ではですね、ここはシャープをかけた方がいいんじゃないかということで、カメラの中でロー現像されてしまうというところなので、なので、まあ、非常にですね、顔はザラザラですし、変な白いのが出てしまっているしっていうように、クオリティが非常に低いですよね、JPEG の場合は。同じカメラで同じように撮っているのに、やっぱりローと JPEG ってこんなに違うのかっていうのは一目瞭然ですよね。そしてもう一つ、やっぱりね、この頭の髪の毛の部分ですね、もうなんかあの糊みたいにこうベチャってなってますよね。だけどやっぱりローデータの方はこのように、一本一本がですね、分かるように、調整ができているっていう、まあ髪のディテール感も出ているのかなと思います。まあ、ノイズとなんか本当に糊みたいですよね。はい、っていう形になっているという形ですね。はい、なので、まあ、ローと JPEG はもう分かってると、ご存知だと思いますけど、ローの方がいいっていうのは分かってるけど、結局どこがいいのかとかっていうのもですね、なかなか難しいと思いますので、こういった感じでですね、見比べていただいたら非常に分かりやすいんじゃないかなと思って、第2つ目ですね、2つ目にですね、ロー現像のところとですね、設定をコピーとペースト、そして JPEG との違いなどをですね、ご紹介させていただきました。次に、ゴミ消しってあるじゃないですか。まあ、例えば、いらないゴミとかあるじゃないですか。そのいらないゴミって皆さんどうやって消してますかね。コピースタンプツールで消してますかね。修復ブラシっていうのもございます。その修復ブラシとパッチツールなどをですね、ちょっと一番初めにご紹介しようかなと思います。はい。じゃこれはですね、兵庫県写真作家協会さん、HPA でですね、でもですね、ちょっとご紹介させていただいたんですけど、こちら、例えば、おじかがあるんですけど、左側にこのような、標識がありますよね。この標識であったりとか、この、なんていうか、
灯籠っていうか、なんかオブジェ、これをですね、いらないじゃないですか。これを消そうと思います。だどうやって消したらいいのかっていう話なんですけど、コピースタンプツールではやっぱり同じものをコピーしてしまうので、空とかで、コピースタンプツール使うと非常にリスクが大きいんですよね。なので、画面左側の、まずはこれですね。バンドエイドみたいなマークがあると思うんですよ。このバンドエイドがですね、修復ブラシと言われているもので、ここをクリックしていただきまして、そして、ですね、ここ。この標識のところをですね、はい、近くをですね、このようにサンプリングしていただいて、ドラッグしていただくと。はい、そうするとですね、消えていくっていうような仕組みになっております。ただ、これ、もっと簡単にできないのかっていうのがですね、こちら、画面左側の、ここ。絆創膏になんか点々点がついたやつ。これがですね、スポット修復ブラシと言われているもので、これどうやって使うのかっていうと、簡単な話、こうやってドラッグすればいいんですよね。はい、ドラッグしていただくとですね、まあ、この標識を消してくれるっていうような作業になります。はい、なので、このスポット修復ブラシはですね、まあ、電線とか、はい、そういったものもですね、このようにドラッグすれば、このようにとか、ドラッグすれば、簡単に取ることができるっていうのが一つの、いいところでございますね。この、スポット修復ブラシっていうのがあります。コピースタンプツールとはまた違うね、やり方ですけど、ぜひ覚えていただいたらいいかなと思います。あと、ここの、オブジェですね。これ、オブジェクト、これを消そうと思います。画面左側の、修復ブラシとか、スポット修復ブラシではですね、ちょっと、まあ、コピーする場所もないし、まあ、この部分塗ってもですね、違和感が出る可能性が高いので、ここ、画面左側のさっきの絆創膏を長押ししていただいたらパッチワークのパッチツールっていうのが出てくるんですね。このパッチワークみたいでしょ。なのでパッチツールで何するのかというと、まずはここ画面の上のこのソースにしてください。ソース、はい、ソースにしていただいて、ここのこれをこうやってドラッグしていきます。まあできれば細かくドラッグしていただいた方がいいかなと思います。はい。じゃあ、こうやってドラッグすることができましたら、次にですね、もうこのまま近くのところに放り込むだけなんですよ。で、こうやってこうペッて離していただいたら、このように調整することができる。これ何回でもできますので、これ違和感があったら何回でもやっていただいたらいいと思います。で、まあ、近くやりすぎるとこうやってにじみが出ちゃうので失敗っていうこともできますの、なりますけど、でもこれもこうやって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 これはこうやってこうやってやればなんとかなると思います。はい。はい、っていう感じですね。なので、ゴミ消しもですね、コピースタンプツール以外にですね、修復ブラシ、スポット修復ブラシ、そしてですね、パッチツールみたいなものがありますので、ぜひですね、それはですね、うまいこと使っていただければいいかなと思います。はい、じゃあ、続きまして、ゴミ消しは今みたいにツールでやる方法と、あともう一個あるんですよ。で、それが何なのかっていうとですね、マスク。レイヤーマスクを使ったゴミ消しっていうのがございます。それをちょっとご紹介しようかなと思います。はい。じゃあ、ゴミ消しなんですけど、ですね、例えばこの画像があります。ちょっと2つの画像を開いちゃいましょうかね。間違えました。はい。じゃあ、この画像とこの画像があります。はい、で2つの画像はですね、このように、まあ、同じところで撮ってるんですけど、まあ、手持ちのものですからちょっとずれているというところと、1つはですね、この、女性がいて、前に男の人がいるのかな、でそしてカップルかな、まあ、お友達かながいるっていうような形になっています。はい、じゃあこの女性だけにこの写真はしたいなと思います。他の人物は消そうと思います。ただこの人物を消すのっていうのはなかなか至難の業ですよね。こちら側をこっちにコピーしてもです、光の具合も違うし、後ろに木があるのでどういう木かわからないっていうのがあるじゃないですか。じゃあどうやってこれを消したらいいのかっていう話なんですけど、まず、一番、手っ取り早いのはですね、もう一個同じような画像を探す。これはですね、このような同じ画像、同じようなところで同じような写真を撮ったやつで、このお兄さんがいないじゃないですか。ね、この画像を探します。で、探しまして、次にですね、この、女性が写っている画像の、南京錠を外します。南京錠を外します。南京錠を外しまして、次にコントロールと C を押していただいて、こっちの画像に来まして、コントロールと V を押します。だから、2つの画像がこうやって重なったの分かりますかね。レイヤー見ていただいたら分かると思いますけど。で、重なりましたよね。じゃあ重なりましたら、次にですね、ちょっと
でやっぱ言ってた通り手持ちなんで位置が違うじゃないですか。なので位置が違うのでこの2つの画像をコントロールを押しながらクリックします。ほんなら2つのレイヤーが選ばれたと思います。じゃあこの状態で画面の上の編集ですね、編集のところから、はい、これ、レイヤーを自動整列っていうのがあります。これは、まあ、Adobe のいいところで、まあ、エッジを揃えて、画像を重ねてくれるっていうような機能です。このまま OK を押しちゃいます。はい。じゃあそうするとですね、このように2つの画像が端を中心にエッジが重なったの分かりますかね。はい。まあ、このように調整することができます。はい。じゃあいらないところはですね、もうこの、切り抜きツールかなんかで切っときましょうか。はい。なんかこう、ちょっとね、はみ出したところとか、まあその辺に関してはこうやって切っておきます。はい。はい。じゃあ調整することができましたね。エンターを押しました。では、次に何をするのかというと、この、人物のところに、ごめんなさい。朝日がすごい来ちゃって、すごい、ここオーバーになってますね。まあ、どうでもいいか。はい。ここですね。この人物をですね、今から消そうかなと思うんですよ。じゃあ、どうやって消すのかっていうとですね、一番上の画像が、お姉さんがいる、女性がいる画像でしょ。で、二番目がですね、この、後ろから来ている団体さんの画像でしょ。なので、一番上のレイヤーを表示させた状態で、選択した状態で、レイヤーマスクを作るんですね。で、レイヤーマスクを作る。これが、レイヤーマスクっていうところですね。これをクリックすると白いレイヤーマスクができると思います。で、白いレイヤーマスクを作ることができたら、このレイヤーマスクってブラシで調整することができるので、画面左側のブラシツールをクリックしていただいて、で、画面左下の、描画色、背景色っていうのがあります。これがですね、上が描画色、下が背景色なんですよ。で、この描画色の方を黒にしていただいて、あとは、この人物をこうやって、小さいブラシでも何でもいいので、こうやって塗っていくだけなんですね。塗っていくと、このように、この人物は消えていきます。はい、こんな感じで消すことができました。なので、やはりこれどういう理屈かというと、ここのレイヤー0の方ですね、下のレイヤーの方を目ん玉外すとよくわかるんですけど、人物がこうやって穴が開いてるじゃないですか。ね、穴が開いてますよね。ということは、今、レイヤーでマスクしたから、レイヤーマスクでマスクしたから、これ穴が開いたわけなんですけど、ほんなら下の画像が出てきてると思います。下の画像何だったかなっていうと、この人物が、たくさんいる画像なんですけど、この画像を見ていただいたらわかる通り、うん、やはり、ここには人がいませんよね。なので、その画像をここで表示させてるっていうのが今の流れでございます。OK でしょうか？じゃあ、この、まあ、カップルみたいなものもですね、消していこうかなと思います。でこうやってドラッグすれば簡単に消すことができます。はい。こうやって消せるんですけど、次におっさんが出てくるんですね。これ、もう、このおじさんに関しては、もう、しゃあないです。下の画像にもおるおっさんなので、これはちょっと消そうと思います。もう、コピースタンプツールでもいいし、修復ブラシツールでもいいですけど、こういう細かい画像に関しては、コピースタンプツールの方がいいと思います。こうやって消していきます。はい。まあ、こんな感じで。ちょっと違和感で出ちゃいました。はい、まあ、これで許してもらいましょう。まあこんな感じで調整することができました。はい、なのでですね、一番初めにご紹介した通り、サンプリングがうまいことできて、背景がまあうまいこと分かるようであれば、コピースタンプツールであったりとか、修復ブラシツールでささって消せばいいと思うんですけど、まあ、今回のようにですね、なかなか難しいであろう、場合、人がいっぱいいるあろうでいるところ、観光地とかいうのはですね、一回撮影して、あ、いい画像撮れたな、でもいっぱい人いるなっていう場合はですね、何回か同じように画像を重ねておいて、重ねて撮影しておいて、ほんなら人物って動くんで、で、後でいいところだけを抜粋して撮っていって、そして一人だけ残すっていうようにですね、調整していただいたら、うまいこと作品作れるんじゃないかなと思います。はい。じゃあこれが、まあ基本的なレイヤーマスクと言われているものになりますね。はい。では、もうちょっとご紹介したいと思います。じゃあ次にですね、今は人物を消していったじゃないですか。じゃあ次に、人物を足していって、ちょっと作品を作るっていうのをちょっと今からやっていこうかなと思います。はい。これも全部レイヤーマスクを使います。じゃあやってみましょう。
はい、じゃあこの4つの画像をですね、今からフォトショップで開いていきたいと思います。この画像、この画像、この画像、この画像という形で4つの画像を開きました。お姉さんたちが歩いている画像を一番ボトム、一番下にしたいと思います。で、次にですね、まあ、店の中で揉めている画像をですね、見ているお兄さんっていうのをですね、この一番下のお姉さんたちの上に置きたいと思いますので、南京錠を外してコントロールと C 押して、こっちの画像、お姉さんたちの画像を開いてコントロールと V をします。じゃあこのように、店で揉めてる画像を見てるお兄さんが、上に乗ったと思います。じゃあ次にですね、自転車のお兄さんの画像ですね、こちらをですね次に置きたいと思いますので、南京錠を外してコントロールと C 押していただいて、でこちらの画像を置きます。はい、でコントロールと V をします。はい、そうすると3つ重なりました。はい、続いてですね、一番初めのこの左側のカップルなんですけど、もうなんかね、すごいボケちゃって幽霊みたいになっちゃってますけど、これ南京錠外していただいてコントロールと C 押して一番初めの画像に行ってコントロールと V をします。じゃあ4つのレイヤーがこのように重なったと思います。はい、では今どういう状況になっているかというと、1つ目2つ目3つあ、じゃあ間違えた、下からやったらよかった。1つ目2つ目3つ目4つ目、この4つのレイヤーをですね、今レイヤーとして重なっている状態なので、マスクで全部出していこうかなと思います。じゃあどのように操作をすればいいのかというとですね、結構これ簡単なんですよ。まずはこのレイヤーマスクをクリックして、で、いらない部分を消していくわけなんですけど、いる部分が小さすぎて、いらない部分が多すぎて、これやったらもうブラシ塗るの結構大変じゃないですか。なので、このレイヤーマスクをですね、これ、オルトを押しながらクリックします。オルトを押しながらクリックする。はい、そうするとですね、黒いレイヤーマスクができたの分かります？ OK。で、黒いレイヤーマスクができたら、もう2番目のこの自転車のお兄さんが出てきちゃってるんですよ。なぜかというと、一番上の、カップルの、レイヤーは真っ黒でマスクされてるから。なので、ここ、マスクを選択している状態で画面左側のブラシツールをクリックします。はい。で、次に描画色、背景色は白黒です。白黒。はい。でですね、先ほどのカップルがこの辺にいたと思いますので、カップルの部分を塗っていきます。はい、そうするとですね、このように、画像が出てくると思います。はい、じゃあこのように、自転車と、カップルは、表示させることができました。はい、では次にですね、何をするのかと申しますと、次にですね、ここ自転車のお兄さんいますよね。で、自転車のお兄さんの下はと、店の中で揉めているのを、見ているお兄さんですよね。なので、自転車のお兄さんを、まずは、以外をマスクしていきます。じゃあ、自転車のお兄さんをクリックしていただいて、レイヤーマスクはオルトを押しながらレイヤーマスクですよね。はい。で、ブラシツールで白で、この辺にいたのかな、まあ、こんな感じですかね。こうやって自転車のお兄さんを出していきます。はい、まあ、このように出すことができました。で、これで3つの画像が重なりましたよね。じゃあ最後にですね、この、店の中見てるお兄さんと揉めてる、まあ知らない、揉めてないかもしれないですけどね。で、これをですね、マスクしていこうかなと思います。レイヤー1のところを、レイヤーマスクをオールとしながらクリックします。で、まあ、この辺だったかなですね。はい、これをですね、このようにクリックしていきます。じゃあ、こうやって調整することができまして、で、店の中もせっかくなんで、こうやって、揉めてないかもしれないけど、揉めてるような感じにしときたいと思います。じゃあ、こんな感じで、4つの画像を重ねることができました。ただちょっとカップルじゃなくて初めのほらお姉さん2人が1人が消えちゃってるじゃないですか。これ多分、この自転車の人がちょっと塗りすぎてるんですよ。なので自転車のお兄さんってレイヤー2じゃないですか。レイヤー2のレイヤーマスクをクリックしていただいて、白やと出てしまいますので、これはこれ反対にこれ黒で塗ります。はい、黒で塗っていただいたら、このお兄さんが消えていきます。こうやってね、消えていきますので、こうやって、お姉さんを出していくと、はい、いう感じでございます。これ何回かやっていただいて、こうやってやっていただいた後にもう一回、白黒に戻していただいて、こうやって、はい、今度はこうやって出していけばいいんじゃないでしょうか。はい、まあ、このようにですね、1,2,3,4 つの画像をですね、重ねることによって、まあ、1つの画面にですね、まあ、4つのストーリーをですね、まあ、このように埋め込むことができるっていうのがですね、最後にご紹介したレイヤーマスクを使った、まあ、作品作りという形になります。はい、
では今回 YouTube を、ご覧の皆様にですね、もうちょっとですね、Photoshop、まあこれ時間が余ったらやろうかなと思ってる内容なんですけど、皆さん工房って作ってみたくないですか？光がシャーッと入っていくようなイメージ、あれをちょっと作ってみたいっていう人もいると思いますので、これもちょっとなんかこうなんていうかオプション版というか、YouTube 版だけにですね、ご紹介しようかなと思います。多分ね、セミナーでは2時間か1時間半かぐらいしかなかったんだと思うので、どうしてもこう時間がねなくなってしまうと思うので、ちょっと YouTube で、ご紹介したいと思います。はい、じゃあ例えば工房をちょっとご紹介したいと思います。はい、例えばこんな画像があります。はい、こんな画像があります。でこの画像なんですけど、光が左上からバーって差してるようなイメージっていうのを作ってみたいなっていう方多いと思うんですよ。でどうやって作ったらいいのかっていうのがですね、わからないっていう方も多いと思うので、非常に簡単なやり方があるので、それをご紹介したいなと思います。まずはですね、こちら、はい、背景があると思うんですけど、下にですね新規レイヤーっていうのがあります。新規レイヤーをクリックしていただいたレイヤー1っていうのができると思いますので、レイヤー1ができた状態で、次にですねここ画面上の選択範囲から色域指定っていうのをクリックします。で色域指定クリックしていただいて、この隙間の雲の部分かな、この部分をクリックします。はい、でちょっと多めでいいと思います。こんな感じで、はい、こんな感じで選ぶことができました。許容量は122ぐらいかな。でこれで OK をします。じゃあ選択範囲ができると思いますので、この部分をどうやって何をするのかというと、今白いレイヤー作ってるじゃないですか。で画面上の編集から塗りつぶしっていうのがあるんですよ。で塗りつぶしをクリックしていただいて、で、内容をホワイトにします。ホワイトにしていただいて OK をします。はい、そうすると選択範囲を作ったところがこうやって白くなるわけなんですよね。でもともと白いので別にいいんじゃないかと思うかもしれないけど、今選択範囲を作ったところがここ、透明レイヤーに選択範囲を作っていましたので、このようにわかります？選択したところがこうやって白くなったわけですよね。 OK、 じゃあこの状態で選択範囲は解除しておきます。画面上の選択範囲から解除しておきます。はい、じゃあこの状態です。では、あとも一つで終わりです。画面上のこれフィルターをクリックしていただいて、ぼかしの隣に表示されます、ぼかし放射状っていうのがあるんですよ。このぼかしの放射状をクリックしていただきましたら、こんな感じの画面が出てきます。で、これデフォルト画面なので、ズームにしていただいて、で、量をですね、100% にします。そうすると、ズーミングみたいにファーッと真ん中に寄るような画像ができると思いますけど、これをですね、左上に持っていきます、こうやって。左上に持ってきていただいて、でこの状態で OK を押すだけ。はい、そうするとですね、今選択してたレイヤーがですね、白いところがですね、こんな感じでファーッとこうやって、なんていうか線になります。はい、なので、工房をですね作ることができます。今この左上からこういう風にしたので、もう少しこの辺から右上から、左上からしていただいたら上に下に下がると思いますし、これは何回かやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。コントロールと Z で戻ることができますので、この状態で、例えばぼかしの放射状で、これをですね、確かこの辺ぐらいにしていただいたら、いい感じになるんじゃないかなと思います。はい。これでどうでしょうか。はい。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい。で、ちょっと強いなって思うところですね、レイヤーマスク作っていただいて、ブラシツールは黒白で、不透明度を少し落としてですね、いらない部分とか、ちょっと強いなっていうところはこうやって消していただいたら、綺麗な工房をですね、このように作ることができますので、ぜひやってみていただいたらいいんじゃないかなと思います。JPA、日本写真作家協会様のですね、セミナーの内容の方は終わっていきたいと思います。またですね、いろんなところでセミナーっていうオファーが来ていまして、岡山であったりとか名古屋とかオファーが来ていますので、ぜひね、いろんなところでですね、このフォトショップをご紹介していけたらなと思っておりますので、2020年も皆さんにリアルでね、お会いできるのを楽しみにしていますので、ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。といったところで、今回の内容は終わっていきましょう。さよなら。